アメリカ海軍、フロリカンに搭載されていたチェンバー。レスキューチェンバーは潜水球の一種。潜水艦が沈没した際に、遭難潜水艦の乗員救助に用いられる。着想及び開発のほとんどは、アメリカ海軍のチャールズ・モンセン・少佐によって行われたにもかかわらず、公式には、その最終段階を指揮したアラン・マッケーン・少佐の名を、とって、 マッケーエンレスキューチェンバーと称された。門船少佐がレスキューチェンバーについての着想を得たのは、1925年9月25日に S-51 の沈没事故が発生した直後であったとされている。この時、門船少佐は、遭難艦と同じ S 級潜水艦の一隻の艦長であり、事故直後に上艦を買って現場に急行したが、 当時は遭難潜水艦から脱出する方法も、また乗員を救出する方法も開発されていなかった。このことから、事故後、門船少佐は、レスキューチェンバーの原型となる、救命省の提案書を作成、海軍増収局に送付した。後に増収局に転属してからは、自ら救命省の実現のために奔走したが、1927年12月17日に、 S-4 の沈没事故が発生するまでは、帰り見られることがなかった。事故後、直ちに開発許可が不利、1928年より、試作された救命章を潜水艦救難艦ファルコンに搭載、また回収された S-4 を実験艦として改造しての試験が重ねられた。救命章の試作品は、そこが開いており、 その名の通りに潜水症に近いものであったが、この試験の結果、密閉できる上部室と海水に暴露された下部室に分割されて潜水球としての性格が強くなった。この改良機は1930年秋にレスキューチェンバーとして完成した。1939年5月23日に、 スコーラスの沈没事故が発生した時点で、アメリカ海軍には5機のレスキューチェンバーが配備されており、このうちファルコンの搭載装置が、モンセン少佐自身の指揮下で救難作戦に投入された。この作戦によって33名が救出されたが、これは沈没時に殉職した26名を除く、遭難潜水艦の乗員全員であった。なおこれは、 沈没潜水艦から生存者の救出に成功した最初にして唯一の例であるレスキューチェンバーシステムは第二次世界大戦後も長く潜水艦救難装置として採用され続けたしかし本システムの運用深度はおおむね200メートル程度に制約される一方潜水艦の作戦深度はどんどん深くなっていったまたやはり原理的に波浪など 環境の影響を受けやすいという弱点もあったことから、1970年代から1980年代にかけて自己能力を備えた有人潜水艇である深海級南艇によって代替されていくことになった。構成のシェーマ、遭難潜水艦とメーティングし、ハッチを開いて乗員が顔を出している。レスキューチャンバーは上記の通り密閉できる乗物室と下方が 海水に暴露された下部室に分割されており、両者は密閉可能なハッチを備えた隔壁によって区分されている。またチャンバーが海面に浮上した際に乗員が乗降できるように、上部室の天井にもハッチが設けられていた。上部室には調整用のバラスト管が円周上に並べられており、乗員と等しい重さだけ捨てられるようになっていた。一方、 下部室を取り囲むようにバラストタンクが設置されており、ここに中排水することでチェンバーの浮力状態を調整できるようになっていた。このためにバラストタンクと下部室とは中水層パイプでつながれており、これを操作する海水管が上部室に設置されていた。下部室にはメッセンジャーワイヤーや交換内柵を巻き取るためのリールが設置されていた。チェンバーと母管は 圧縮空気を送るホースや電話線のほか、母艦から海面への要工時や自力での浮上が困難になった場合に使用されるバックホールケーブルによって接続されている。なお、海上自衛隊発の潜水艦救難艦であったチハヤに搭載されていたチェンバーはアメリカ海軍からの譲渡品で高さ3.5メートル、直径2.1メートル、 一回あたりの救難人員は6から8名とされていた。潜水艦救難は、まず遭難潜水艦の捜索から着手される。遭難潜水艦を発見した後に、まずこれを中心として四方に4個の怒りを投病し、潜水艦救難艦を遭難潜水艦の直上に固定する。これを4点軽流と称する。それぞれの怒りから伸びる秒差は、 大型の軽流布標と繋がれており、軽流布標が適切な浮上状態を保てるように、秒差の長さを調整する。なおこの軽流布標は、鮮やかなインターナショナルレッドで塗装されており、本システム搭載管の外見上の特徴となっている。軽流布標と潜水管球難関との間は、ナイロン製のホーサーで繋がれており、潜水管球難関が、 遭難潜水艦の直上に占いくらいできるように、ホーサーの長さを調整する。潜水艦救難艦の4点経流が完了したら、潜水士による遭難潜水艦の状態調査の後、チェンバーによる活動に入る。まず、遭難潜水艦から出されているメッセンジャー V を回収し、V と遭難潜水艦をつないでいたメッセンジャーワイヤーをチェンバーのリールに接続する。 なお、メッセンジャー部位の射出に失敗していたり、メッセンジャーワイヤーが切れていた場合には、潜水士による状態調査の際に、代わりのワイヤーを接続しておく。チェンバーは海上に下ろされた後、約 500kg の制浮力を維持したまま、ワイヤーをモーターで巻き取ることで水中を硬化していく。ワイヤーは遭難潜水艦のハッチの中心に接続されていることから、 ワイヤーを巻き取っていくことで、チェンバーはハッチの直上に到着できる。チェンバーは到着後、まずバラストタンクに注水する。これによってチェンバーは不浮力となり、ハッチ上に着座する。その後、さらに株室内の海水を排水することで、水圧により接触部は完全密着状態となる。なお、チェンバー開発以前に開発された潜水艦では、 チェンバーと完全密着できるように、ハッチ周囲にワッシャーのような金属板を設置する必要があった。こうして、メーティングが完了した後にハッチを開き、さらにボルトで固定した後、遭難潜水艦の乗員を収容する。その後、ボルトを外して、ハッチを閉めてから株室に注水すると、チェンバーと遭難潜水艦との密着は解除される。ついでバラストタンクから排水すると、 チェンバーは浮力を回復して自力で浮上する。ありがとうございます。